猫族チャンネル。こんにちは、ご訪問ありがとうございます猫族です。前回の動画では羽生駅での様子をお届けしましたが、今回は羽生駅を出発して急行秩父路の車窓風景をお楽しみください。秩父本線は単線ですが、駅で他の車両や機関車とすれ違ったり、貨物線や使われていない線路がいくつも見られるので、車窓からは目が離せません。また駅も趣のあるものばかりです。この高崎線をまたぐ跨線橋の橋材はレンガ造りだそうです。まもなく熊谷です。高崎線、新幹線、ご利用のお客様はお乗り換えです。お降りのお客様は車内にお忘れ物のないようお支度ください。熊谷の次は竹川に停まります。本日は秩父鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は急行影森行きです。途中竹川、寄居、野上、長瀞、皆野、秩父、お花畑に停まります。次は竹川、竹川です。お客様にお願いいたします。車内は電車両禁煙です。また携帯電話のご利用はマナーモードに設定して通話はご遠慮ください。皆様のご協力をお願いします。Thank you.
戻りの列車ではこの駅で下車して広瀬川原車両基地を訪れました。動画が長くなってしまい、予定をしていた急行秩父路の終点影森駅までは今回たどり着けませんでした。飽きずにまた次回の動画をご覧いただけたら嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。